召集が免除されたが、雄一は、エール。雄一の召集が解除されました。軍にとって、日本にとって、曲作りで多大な貢献をしている雄一は、特別に免除された形のようです。音は、ほっとした顔をしていましたが、雄一は複雑な顔をしていました。その顔を見つめる音。第82話のお話は、東都映画の三隅が軍に確認して、雄一の召集が解除。それから雄一は三隅から依頼された海軍航空隊の予科練習生を主題にした映画「決戦の大空へ」の主題歌作りに取り組む。曲作りで国に多大な貢献をしているということが理由で免除された雄一だが、一度は覚悟を決めていただけに内心は複雑だった。しかしそれでも喜ぶ音。一方、豊橋では光子は教会での礼拝を禁じられていたが、同じ宗派のキリスト教徒が集まり話し合っていた。第82話のこのようなお話になるようです。雄一は気が抜けたのでしょうか。行きたくはないけれど決まったことだからよし心で強く思っていたのか。それに比べて音はどんな形でも雄一が戦場に行かないというのは嬉しいことですよね。彼が複雑な気持ちになろうが、どんな気持ちになろうが、とにかく行かないと決まったことが嬉しいようです。そして光子さん、禁じられている集会に参加するようですが、何か悪いことが起こらなければいいのですが。第81話のお話は、雄一に召集令状が届いたところからでした。唖然としている雄一と音。二人ともまさかという思いでしょう。雄一は軍のために戦曲を報道する戦時歌謡の売れっ子作曲家。それなのに、音はすぐさま姉銀のところへ足を運び、どうにかならないかと。もちろん銀ではどうにもならないのでしょう。軍人の妻が軍に対して何の影響力もないことを音は知らない。それどころか夫が勤める軍が決めたことに対して意見を言うというのもあってはならないことかも。銀から言われた一言は、そもそも徴兵は名誉なことよ、と。あの時代はそうなんですね。徴兵を拒否するということはありえないことだったようですが、それでもごく少数のキリスト教徒の中には徴兵を拒否する者がいたようです。そしてわざと体を壊して逃れる者も。徴兵を逃れたその罪は1年以下の禁錮刑、徴兵検査を受けない者は100円以下の罰金が課せられたようです。当時の100円の価値は現在の価値だと一概には言えないのですが、50万円くらいでしょうか。命がなくなることを考えれば50万円くらいとは思いますが、それよりも周りからの風当たりがすごかったのでしょう。行きたくないのに、行かせたくないのに。しかし、音はすぐ動きましたね。雄一を戦場に行かせないために。召集令状が届いたらすぐに銀のところへ行き、映画の主題歌の話が来たらまた銀のところへ行き。当時の妻としての立場からすればどうだったのでしょう。雄一は戦時歌謡を作る特別な存在だったのでしょうが、夫を送り出すすべての妻にとってかけがえのない夫は特別の存在だったはず。それでもそういうのは関係なし、とにかく雄一だけは行かせないとする音。
寝る前に雄一は言っていましたね。戦争の曲をいっぱい作ってきたのに、自分が兵隊になることを思いもしなかった、と。音は、何かの間違いよ、と言うと、雄一は、だけどこれは現実だよ、と。雄一は何かに気がついたのか、送り出される人の気持ち、自分の身に降りかかってきた現実は、雄一がたくさん作ってきた曲でたくさんの人を送り出した現実と同じ、それに気づいたのかもしれません。そして覚悟を決めた雄一、散髪屋さんからバリカンを借りてきて頭を刈るようです。それを音に頼もうとしたのですが、音はごめん、と。雄一を送り出すことはとにかくしたくないようですね。そんな時、東都映画の三角がやってきました。決戦の大空の作曲を頼みたいと。主演は原節子で、1943年昭和18年9月に公開され、土浦海軍航空隊の全面協力で撮影されました。挿入歌「若鷲の歌」は大ヒットし、映画の方は現在 DVD が発売されているようです。映画の制作について熱く語る三角ですが、雄一に召集令状が来ていることを知ると崩れ落ちてしまいましたね。当時この紙が来るともうどうしようもなかったのでしょう。でも、まさかとも思ったかもしれません。案の定、三角の知り合いに確認すると、雄一は曲作りで日本に多大な貢献をしていると、特別に一日だけ召集された形にするということでしたね。雄一は三角の言った特別という言葉にとても敏感に反応していました。自分だけが特別？他の人は生かされるのに？三角はお国に貢献している人は免除されることもあると取り繕っていましたが、覚悟を決めていた雄一はとても複雑な心境になったようです。自分が作った曲で送り出している、これから彼は何かと葛藤するのでしょう。実際にモデルとなった小関裕二さんも36歳の時に召集令状が届いたそうです。徴兵検査ではヘルニアを患っていたことから体に欠陥があるとされていて、軍歌もたくさん作っているのに召集令状が来るとは思っておらず、とても驚いたそうです。しかし小関裕二さんが確かめに行くと、間違いで令状が出されたことが分かりました。しかし軍は一度出したものは取り消すことができず、1週間の入隊になりました。1週間の入隊のはずが、それ以上の期間入隊させられ、小関さんも戦場に行く覚悟をしたそうです。1週間と聞いていた金子夫人はとても絶望していたようですが、結局1ヶ月で帰宅できたようです。そして五郎、7年もかかっていたのですね。何をやっているのか。梅ちゃんのことは好きなはずなのに、ちょっと臆病のところ、どころかかなり臆病です。岩木さんの顔なんて7年もあればなれるでしょう。しかし雄一からのアドバイス、頭で曲を流しながらやるを実践していました。頭の中で流れた曲は船頭かわいやでしたね。すると目をつむっても完璧にできていました。これで梅ちゃんとの結婚が決まったようです。よかったですね。しかし光子さんの方は特攻に目をつけられ、危ない橋を渡る感じです。最後までご視聴いただきありがとうございました。